みなさんこんにちは、富士通レッドウェーブのルイです。シーです。リツです。キラです。モニカです。イエーイ。今日は第22回ダブルリーグ10月18日の日立ハイテク戦のプレーを振り返っていきます。イエーイ。ストップ。どのような気持ちでブロックしたんですか？打たれると思ったんで早めに飛んだら当たりましたね。手に当たった時どう思いました？シャッて感じでした。シャッて感じでした。シャッて感じでした。シーさん倒れてる。戻してください。何があったんですか？ちょっと髪の毛をちょっといじり、ね、気にしすぎて後ろの人に気づかなかった。ちょっと気抜いてたよ。そういうことあるんですね。しょっちゅうやるね。でもストップ。これさ、モニカ怒られなかった？このブロックして。あ、怒られちゃった。結構ファールしちゃってブロックしたのに、なんでブロックいったの？ベンチに帰ったらめちゃめちゃ思う。確か一応交代。出てきたってこと？うん。これです。でもよく分かんなくて座ってたら、なんでか分かりますか？私のついでに怒られました。あの距離をオーバーヘッドで決めた。ストップストップ。ここですね。これは投げてますね。これ狙ってた狙ってた。狙いにはいったって。むしろこれシュート。決めたのも自分が一番びっくりした。これ実は C さんが締めようって締めようって。ちょっと言ってそう。ちょっと言ってそう。かわいそうだ。膝から落ちる。よく溜めたけど、よくパス出した。腹筋してる。ストイックだね。トレーニング。できるときは。ごめんね、パス。ごめんね。よく取ったね。よく取ったね。よく決めてくれました。投げるところで投げるところで例の二人三脚。そういうのね。手出さないっていう。そうそうそう。終わって。あの時さ、一生懸命一緒に帰っちゃったね。はい、では本日の動画は以上となります。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。